あるところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない、それは小さな夢でした。小さな夢は思いました。このまま消えていくのは嫌だ。どうすれば人に僕を見てもらえるだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間を自分の中に迷い込ませて世界を作らせればいいと。1番目アリスは勇ましく剣を片手に不思議な国、いろんなものを切り捨てて真っ赤な道を敷いて、おとなしく歌を歌って不思議の国、いろんな音をあふれさせて狂った世界を生み出した。そんなアリスはバラの花、イカれた男に打ち殺されて真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れていく。3番目アリスは幼い子、綺麗な姿で不思議の国、いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げた。そんなアリスは国の情報、秘密な夢に取りつかれて、くじく体に怯えながら国の頂点下でお茶会。お城からの招待状は